横断を開始しようとする高齢者。青に変わってしまいました。ある程度渡りきるまで待ちます。すると後続車がクラクション。運転者は通行に支障がある高齢歩行者が通行しているときは一時停止または徐行してその通行を妨げないようにする旨が明記されており、高齢歩行者の保護を義務付けられています。お気をつけください。ご視聴いただきありがとうございました。よろしければグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いいたします。